保護者的に私は疲れる呆れてるよでもお付き合ってもたまにがわかりなんでなんでなんでクラスは別なのなんで神様なんでなんでなんでどうでもいいよとクールなつもりで落ち込んでた読みなよしっかりしても頑張りなも気合い入れ直して私だけバタバタ忙しい役割分担がおかしいしっかりしなマミ頑張れよマミちょっと聞いてよ今が今が今が幸せなのかな今が続けば今は今は今はどうにかなるよね笑ってればいいや。